皆さんが大好きなドラマ、チュノとか、マイとか、ま、花たちの戦いとか、ま、見てみると、ソヒョンセジャという人が出るのわかりますよね。以前の動画で残念ながら特撮された話をしましたが、今日はそのソヒョンセジャがどうして、 殺されるしかなかったのかをちょっと考えてみる時間をやってみたいと思います今日使おうそ4世者はまあいろんなドラマ出てるんですけれども多分皆さんがあまり慣れてないと思う三重詩を使ってあの説明したいと思いますじゃあまず 十六代王の隠女の性質は、イニョル王公でしたね。で、イニョル王公との間の長男が、ソヒョンセジャでした。まあ、女が、こう,いうデータでたで、王位になったということで、セジャになって、正式には、生徒後継者になる人でしたね。で、このソヒョンセジャなんですけれども、実際、死因からの攻撃によって、隠女が、 えー、インチョン空港の近くにあるカンファドという島に逃げて、 ここで長期戦を図るんですよね。神は、えー、川を渡るのが苦手だったので、そこでずっと耐え続けるんですけれども、ただ耐えるだけにはもちろんダメなので、ソヨン世者を関兵軍みたいに王の権力を分けて、今のチョラドという地域に配置して、王の代わりの活躍をさせるんですけれども、えー、この時にソヨン世者の記録を見てみると、王族なのにもかかわらず、周りの家臣とか、周りの人たち たちに礼儀などはいらない父などは戦争に使えと言うなど王族らしくないあとっても実用主義者みたいな姿を見せてくれた人だったんですよね礼儀よりは実践に使えるものを大事にするということですね でまあ、とにかく朝鮮の策略はもう失敗で、因女が半純度の屈辱を行うということで、朝鮮は清の俗国になりますが、その時にこの姿をソヨン世座も呼ばれて見ていたんですね、自分の目で。で、その後清は朝鮮の王子の二人ですね、でソヨン世座の弟も一緒に行きますが、その王子たちとその家族を人質にすると言って連れて行くことになりますね。 고린이 이때 소현세자와. 朝鮮を離れてとという国で過ごすすことになりますそこで、院長は、旅立つ前の佐藤ジ者、息子に、あそこでは目立つことはするなと言って、そして、しかし、だからといって負けるなという、お父さんらしい心配とアドバイスをしてくれたらしいですね。それと、新の人には、どうか王子たちをよろしくお願いしますと言って、院長らしくない頭を下げて、自分の息子たちを心配する姿も 見せたんですねでとにかく東洋勢者は全然違う国新というところで9年間人質の生活をすることになります。 こうやってて人質としにに行く時に目的地はシミャンという当時シンの首都だったんですけれども、朝鮮からは基本的に15日ぐらいで到着する距離だったらしいんですが、ソヨンセジャが行くときには2ヶ月もかかりました。理由はシンが えー、自分たちの国に戻るときに、あちこちにいる朝鮮人たちを集めて、捕虜として連れていたんですね。記録によると、この時にあの捕虜として拉致された朝鮮人が50万人に至るとは一旦書いてますね。まあ、現代の学者は、まあ、50万人はちょっと言い過ぎだという話もありますけれども、まあ、かなり多くの人が捕虜として真に連れ去られたということですよね。 で、真の首都に到着した時に、ソヨン世者たちは、シミャンンというところの中の朝鮮館というところで過ごすことになります。で、この朝鮮館に来た時に、ソヨン世者だけではなく、奥さんである関心も一緒に来て、そして、世者の教育とか、いろいろの面倒を見てくれる、朝鮮の家臣とか、訓療、霊관など合わせて300人ぐらいがこっちに来て過ごしてたらしいですね。 I, 今から人質の生活が始まるソヨンセジャなんですけれども、最初は大変だったらしいんですよ。やっぱり続国になった負けた国の王子だったので、まあいろんな人が無視するんですよね。こんなのってわかるみたいな感じで、ちょっと辞するような質問または発言もしたようなんですが、ソヨンセジャはとても頭が良かったみたいで、全て答えて真の人たちをびっくりさせたらしいですね。じゃあ一応ソヨンセジャは人質だったので、えー、真との何か揉め事とか、真からの何か 何か依頼があった時にソヨンセザを通ってやってたんですけどソヨンセザはその都度その都度ですねとてもすごい話術で一心の人たちを動かして挑戦のためにいろいろ努力をやってたらしいですね。 で、その一方、ソヨンセジャはで、実際はスパイみたいなこともやりました。朝鮮に真の最新の情報を漏らしたり、で、こっそり瓶に真の動きを報告したりとかしてたらしいですね。もちろん真もこれはわかっているでしょう。なので、ある日、真の諸君が、まあ、調子に乗るな、のような発言をしたらしいんですが、ソヨンセジャはそれを聞いて、私はどうせ続国の王子。死ぬかどうかは天の意志。 威嚇すするなと言ったらしいですねまあ、ちょっと属国の王子と言って謙遜で言ってるけれども、このセリフを分析してみたら、私が負けた国の人ではありますが、私は王族。お前は普通の貴族。つまり、私を裁けるのは、実際お前らの皇帝だっけ。 お前じゃないというちょっとその裏にはかなり、えー、トゲがある発言でしたねつまりソヨンセジはお父さんであったインゾのアドバイスをちゃんと守って生活していましたまあとにかくソヨンセジャはこうやって頭も良くそしてお話も上手な人だったのでシンはとっても気に入ってたらしいですよなので記録を見てみると続国の王子だけど王より素晴らしい今の王が言うことを聞かなかったら じゃあ、つまり、ソヨンセジャに変えようかなという話を実際、ンジョにしてたらしいです。なので、ンジョにとっては、もうすでにソヨンセジャは、 息子じゃなくて、政治のライバルにもなっているような状況でしたね。じゃあ、ここである日事件が起こります。真の家臣が来て、もう君たちが来てから5年も経った。土地をあげるから食料は自力で解決してと言ったんですよ。今までは真から食料をもらったんですけれども、まあ、5年も経ってるし、君たちが勝手にやれという話なんですね。それで土地をもらったんですけど、とても質が悪い土地だったらしいですね。 いくらソヨン生者でもこれはとても困ってたらしいんですね。で、この時に奥さんであった漢氏がすごいアイディアを出すんですよ。朝鮮のものを売って、そのお金で朝鮮の捕虜を購入し、え彼らと農業をしましょう。ですよね。これはとてもいいアイディアでした。なぜかと言ったら、 神は基本的に満州の遊牧出身たちの集まりだったので、基本的に戦闘とかは強いんですけれども、まだ文化と芸術がそんなに発展してなかったんですよで。だからといって敵国の民のものを簡単に手に入れるわけではなかったので、それに似ている朝鮮のものがとても流行ってたらしいですね。特に人気があったのが、皆さんが今見ている詩集。 またはアクセサリーなどが人気があったらしいですね。まあ、真の人はそれをみんな欲しがってたらしいです。なので、実際奥さんである漢詩のアイデアは的中しました。漢詩のアイデアによってお金が入ったソヨンセザは、そのお金で真に行った朝鮮の捕虜たちを購入してで、さらに朝鮮人たちは基本的に農業のプロじゃないんですが、 なので、思った以上の米の生産量があったらしいですよね。これによって食料問題も解決したんですよね。 で、先ほど言ったように、米の生産量がとても増えたんですけれども、このお米の質がとっても良かったらしいんですよ。やっぱり、神は遊牧民族だったので、老業にはすごく苦手だったらしいですね。なので、神の人たちはとても質が良いと言って、皇帝に差し上げると言って、皇帝のお米として提供したり、まあ、軍隊にも提供したらしいですよね。これによって、さらにお金を儲けることになりますね。そのお金でさらに、 朝鮮の捕虜を買ってきて、でまた農業を始めてあ、小さな朝鮮を芯の中で作ったんですよね。ソヨンセ座の奥さんの監視のアイデアは大成功でした。 さらになんですけれども、トヨンセジャーがどっちかといったら外交的な役割を果たしたと言ったら、イ・カンシュは朝鮮館の中で実は大きいマーケットができたらしくて、まあ今日本に例えたら新大久保みたいなところですかね、そこをすべて管理する人だったらしいんですよ。なのでこの朝鮮館にはいつも真の人で大騒ぎだったという記録がありますね。朝鮮のものは、また朝鮮の米はとっても高い値段で売られたらしいです。 で、またさらにそのお金で朝鮮の捕虜を救出して、朝鮮に帰還もさせたらしいんですよね。じゃあ、これを聞いた飲女は喜ぶべきだと思いませんかただ、やっぱり飲女としてはとっても不愉快なことでした。なぜかといったら、王である、私がやってないことを、なんで王子であるお前が勝手にやってるんだ、と飲女は思ってたと思います。 じゃあその中で本当に歴史に残る事件が起こります。野蛮族と言われた神が大国と言われた民を滅ぼして新しい帝国になったわけですね。今まで民こそ世界の中心で世界の全てだと思ってきたソヨン生者とインジョはこれを聞いてどういった気持ちだったんでしょうかで、 実際、ソヨン世者は、民が滅亡するときに、真の軍隊に参加して、民の滅亡の過程をすべて自分の目で見たんですよ。で、その中で、民の首都であった、近で過ごすことになりますが、その時に運命の出会いをします。アダム・シャルというドイツ出身の神父だったんですけれども、真に来て、科学者として活動していました。 ちょうど、ソヨンセジャーが泊まっていたところの近くにアダム・シャルの生徒があったので、生徒の中に研究所もあったんですけれども、ソヨンセジャーはここで初めてカトリックと天文学という、天文学は朝鮮にもあったんですけど、もっと精密なヨーロッパの天文学を学ぶことになります。ソヨンセジャーはここでとても興味を持ち、かヶ月間毎日来てくれたとアダム・シャルの記録で確認することができますね。 で実際この時、ソヨンセジャだけじゃなくて、奥さんであったカン氏も一緒にいて、カトリックにとても興味を持っていてで、一緒にいた家臣たちまでお誘いしてから行っているほど、このソヨンセジャとカン氏は、まあ、いろんな科学とカトリックにすごく興味を持てたらしいですね。 こうやって、真、そして世界の色に染められていく、ソヨンセザに、ある日、真がこうやって言います。もう人質はいらない。変えても良い。真としては、最高の敵も倒したわけだし、まあ、小さい国朝鮮の王子を人質にするのは、大国として、プライドの問題もあったでしょう。なので、帰れと言うんですよね。もちろん、ソヨンセザは自分の祖国に戻りますが、 この時に自分の祖国、朝鮮に戻るンセジ者と監視の気持ちはどういった気持ちだったでしょう今まで自分たちが全てだと思ったところが実際はとっても小さい世界だったのを気づいた時の気持ち。それで祖国に戻ることになりますよね。 ここから話が少しおかしくなります。ソヨンセザは正当な後継者です。つまり次の王になる人です。王の代わりに人質として9年も敵国で苦労してきて、さらに活躍もしたんですよね。にもかかわらず、自分の祖国、朝鮮に戻ってきたら王子なのに、誰人にも歓迎式はてくれないんですよ。ただ、委員長に挨拶しただけで終わったらしいですね。 誰一人も歓迎意識がなかったです。そして、ソヨンセジャは、実際は、まあ、いろんなストレスと、やっぱり他国での苦労もあったでしょう。ちょっと病作な体になってたらしいんですよ。で、それで、院長が心配をして、担当医者として、イオギという人をソヨンセジャの担当医者にしますが、 この人は実際正式試験も受けてない甘下りだったんですね。これがとても疑問なんですが、結局これによってソヨンセジャーは帰国2ヶ月、また3ヶ月後に休止しますよね。お父さんのために、朝鮮のために他国で苦労してきたこのソヨンセジャーが自分の国に戻って、たかが2ヶ月で、 命を落としてしてままいますこの時にいろんな記録を見てみると当時の朝鮮人もとてもおかしいと思ったらしくてあるちょっと非公式記録を見てみるとソヨンセザがこうやって死んだって書いているんですよある日ソヨンセザが、えー、真の皇帝からもらった贈り物ですと言ってすずりを印女にプレゼントしたんですけれども印女はこれをもらってすぐこのすずりを、えー、ソヨンセザに投げて ソヨンセザの頭にこれが当たりそのまま亡くなったという記録がありますよね。これはあのソヨンセザはスズリに当たって死んではないと思いますが王様がソヨンセザを殺した死と関係があるという因果的なメッセージではなかったのかなって今の韓国人は思っております。 で、実際、ソヨン聖者がどうやって死んでいったのかは、私の以前の動画を参考してくれたらいいと思います。じゃあ、今からはちょっと、因所の立場を見ていきましょう。因所はなんでソヨン聖者を殺すしかなかったんでしょうか 一旦、インゾは影軍を弾劾するときに、民営の忠誠を掲げて王になったんですけれども、結局、自分たちが否定したその野蛮族に頭を下げることになるんじゃないんですか。これによって王権が最悪まで落ちてしまうんですよ。どれぐらいかというと、あの、真に降参した後に、 自分たちのお城に戻るときに、印場が帰るために船に乗るんじゃないんですか。そのときに、やっぱり王様だから先に乗るんですよね。でもなんと、家臣たちがみんな、王を無視して先に行って乗って、王が船に乗れなかった。まあ、記録によると、王がその群れにぶつかって転んだという記録があるぐらい、当時印場は、 正直に言うと、すごく馬鹿にされたと思いますよ。王様なのに。陰情は実際三尊度の屈辱よりはこっちの方がきつかったかもしれません。で、それだけじゃなくて、朝鮮はその自分たちが野蛮族だと言った、真に負けたにもかかわらず、戦争が終わった後にも、結局は野蛮族より我々は優越だ。 民万歳を言い続けるんですよ。で、さらに、民が滅ぼした後もですね、民が滅ぼした今、優秀な民族は我らだけであるという、とても危ない発言までしてしまいますよね。つまり、朝鮮は野蛮族に負けたことをそのまま受け入れることができず、ネット感によって、むしろ民族主義に進んだんじゃないかなと私は思います。 もちろん、陰状は自分の王権を維持するために、この家臣たちにそうだそうだとか言うしかなかったと思います。もう発言力ゼロに近いと思いますよね。そういった陰状の生活の中で、 いきなり息子が帰ってきて、えーまあ、皆さんが見てるように見たことのない真のものとか西洋のものを持ってきて、父上、朝鮮は狭い、世界は広いとかこんな話をしてたら、印蔵の政治的な立場でもすっごく悪いことになりますよね。それによって殺した可能性も高いです。でも、ここだけ聞いたら、じゃあ印蔵は殺したくなかったのかな 陰女は、ソヨンセザに対する残念な気持ちが全くなかったのかといったら、それも疑問ですね。以前の動画でお話ししましたが、ソヨンセザ、自分の長男が亡くなったのに、セザレベルのお墓じゃなくて、貴族レベルのお墓を作るんじゃないんですかそれだけでとどまらず、陰女は、一回も行かないんですよ、このお墓に、えー。お父さんですよね。いくら自分が嫌いな息子でも、一回は、 行くんですよね死ぬまで。でも、院長は本当に一回も行かないんですよ。ちょっと皆さんに比べ物として見せたいのが、サドセジャなんですね。養条はサドセジャを殺したんですけれども、仕方なく、その後、毎日のようにいたらしいですよ。毎日のように言って泣いて。 だから、ジョンジョも実際こういった洋上を見てて、洋上のことが嫌いにはなれなかったらしいですけれども、ンジョは一回も行かないんですね。ここでもしかして、お、家臣たちの反対があったんじゃないのって言うかもしれませんが、朝鮮は儒教の国なので、死んだ自分の息子のお墓に行く、追うを止めるぐらい最悪な奴らはいないんですよね。これは正直にンジョが行きたくなかったんですよ。はっきり言うと。 じゃあ、ここでソヨンセじゃまあ、結局、疑問の死で亡くなってしまいますが、現代の韓国人にとっては、朝鮮の後期最後の規模と言われている、ある意味では人気の人物です。ちょっと現代のドラマになりますが、最近のドラマなんですが、ザ・キング永遠の群衆というドラマは、 パラレルワールドのドラマにはなりますけれども、実際これはですね、ソヨン世者が王になってたらというストーリーから始まるドラマなんですよ。このドラマ見てみると、実際朝鮮は滅亡しないで、近代化が成功してて、そのまま王族が残っているストーリーなんですけれども、今の韓国人はソヨン世者が残っていたら朝鮮は強くなってたと思う規模があったと思いますね。じゃあ16代王のインゾの、 即筆として、ソヨン女子という人がいました。この人は、最後は、クイーンという、ジョン1分まで登りますけれども、ソヨン女子の時に活躍が多かったのか、とにかく現代の韓国人には、ソヨン女子と呼ばれています。韓国人のたくさんな方も、朝鮮最古の悪女の一人として疑問はないと思います。それぐらい有名な人なんですけれども、一応今日はこの女性がどういった人物だったのか。まず、女子は、 上一分の武漢である上ギと、その上ギの側室の間で生まれた女性で、えー、村では美しくて頭が良いと有名だったらしいんですよ。そのおかげなのか、陰所が8年目になった時に宮に入ることになります。ただし、 で、女子が宮に入った時から、宮内はうるさかったんですけれども、えー、女子が入った時に、正式な、こう、として入るルーツではなくて、裏道を使ってったという噂があって、いろんな家臣が女子を坦外しましょうという話があったらしいんですが、委員長はそれを、あ、もういいよ、通せと言って許したらしいですよね。 実際それは、飲状の性質であったイニョル王公のコネがあったらしいですよね。イニョル王公の家族のおすすめで入ったし、まあ、イニョル王公も上司が気に入ったようで、そのままコネで宮に入れたんですけれども、えー、もちろん他の正式な試験とか正式な検証を受けた人たちにとってはあんまり良くないことですよね。なので、宮内にすごく 噂が広がったようですよね。えー、女子は最初の生活から結構大変だったと思います。が、実は先ほど言ったように、顔も良かったらしくて、また自分の性質からおすすめもあったでしょう。なので、飲女に気に入られたようなのですぐ即死水入りができるなど、最初から権力を握ることができました。 で、そういったある日なんですが、1635年、異ル王皇が42歳に出産して、で、その後病気で亡くなるんですよね。お朝鮮の上にいた清という国は、その慰問を着てて、その時に、ついでに、委員に我らの兄弟国になれという提案をします。それを聞いた委員はもちろんふざけるなと言ったでしょう。 それによって、その次の都市、シンによる攻撃が始まって、結局、臨場は、まあ以前からずっと言っている、サムジョンドの屈辱を通して、結局シン、神の兄弟国じゃなくて、戦争に負けたので、属国ということになりますよね。で、この時の臨場の気持ちはすごく屈辱的だったんですよね。 自分たちが馬鹿にしていた野蛮族に負けただけではなく、属国になってしまって、えー、子供たちまで捕虜として連れ去られてあ、性質もなくなって、とっても寂しいこの気持ちを素ン女子が吐いていくんですよ。とっても賢い女性だったと思います。人情にとってはこの素ン女子が自分の屈辱を忘れさせてくれるような女神のような存在になったと思いますね。 そのおかげで女子はちょっと即室の娘という身分的な限界もあったにもかかわらず高速で昇進することになります。じゃあ実際、朝鮮王朝実録の印象の変を見てみるととても面白いんですが、堂々と書かれているんですよ。女子は性格が暴力的だ。で、性格がずるくて王の愛を利用し、 人によく濡れ衣を着せたという記録が書いていますよね。あ実際女子はあ自分以外に飲酒に気に入られた女性がいたら、 あの側室が王様を呪いましたよと言って自分が全部1から10まで計画を立てて濡れ犬を着せてから排除するのが、まあ、趣味というか得意でしたね。もう本当に邪魔者は許さないような性格だったらしく、で特にいろんな記録を見てみると、呪いと濡れ犬を利用して敵を排除していたようです。 で、印ウが44歳になった時に、やっぱり家臣たちは、こういったお願いをするんですよ。早く新しい性質を。ここで言っている性質は上司ではなくて、本当に新しい性質ですよね。あやっぱり家臣たちは上司を牽制しないといけないと思ったらしいんですよね。えー、もちろん印ウがこの時にこれを喜んでたと記録がないので、まあ、仕方なく結婚したと思いますね。なので、44歳の時に15歳の장렬王国 こうをーシとして入れるんですね。 このジャンニ王皇が、イスになるときに、ジャンニョル王皇のお父さんはこう言ったらしいですよ。一応、ソヨン世者もいるし、で、女子が恐ろしいので、息子は産まない方がよかろう。性質と言ったら、旧内で一番女性の権力が強い人なんですけれども、もすでに、まあ、民間まで女子の噂は広がって、その地獄のようなところに入る娘を心配するお父さんの発言だったと思いますね。 でお父さんの予想通り、えー、何もわからない15歳の女の子が宮に入ってみたら新入りの性質が入るところはなかったんですなぜかと言ったらすでに宮内の女,女性のグループは上司が掌握していたからなんですよねただ上司は自分の邪魔者になるものは 少しの可能性すら残さず排除しないといけないとっても徹底的な人だったようです。何も力のないチャンニョル王子だったんですが、女子はそれが気に入らなかったらしく、ンジョにこう言います。王子は痛風です。王様に移るのが心配なので近づかないでくださいと言って、ンジョはこれを聞いてわかったと言ってから、チャンニョル王子を追放して、その後から 一回も夫婦という関係を結ばないんですよね。なので、ジャンヨル王子は若い時に嫁としてきて子供もいないとっても寂しい人生を送るしかなかった不運の女性だったんですね。 こうやって、장렬王子を排除した女子。実際その根ンは、女子とイン女の間では表、氷明王ン・ソン・グンという息子と、ナクソン・グンという息子がいました。おそらく女子は、全体的な状況から見てみると、自分の息子を後継者にしたかったんじゃないかなと思いますよね。 なので、長렬王奥を排除した今、残りの敵は、ソヨン世者の夫婦でしたね。じゃあ、ある日なんですが、飲女が、急に取っ、 でも体の調子が悪くなるんですよ。その時に調子はこうやって理由を言います。王子とセジャビンの泥いのせいですと言ってるんですよね。で、証拠もありますと言ってて、実際ビアの近くで掘り出したという泥いのものを印象に見せますね。もちろん皆さんもご存知だと思いますが、これは全部調子が計画したものでした。 で、結局、女子としては、長女大子にけじめをつけて、ソヨン世者たちを牽制するための計略だったでしょう。で、ここで皆さん考えてほしいのは、えー、まあ、長女大孔はすでに他の宮に追放されて、出入りができない状況だし、ソヨン世者夫婦は今、死にいるんですけれども、まあ、周りにこの人たちがいないと言って、ま、委員女にこういった嘘をついたんですよね。問題は、陰女がこれを信じてしまいますよね。 で、これによって、こういった対立関係が成り立つんですよね。まあ、上司はすでに戻れない橋を渡ってしまったようです。 まあ、とにかく女子はとても頭がいい人でした。残幼王校が追放されて、ソヨン世者たちが真にいる間に自分の力を強くするために、ずっと院長に可愛がってもらうために頑張ったようで、即室の娘としてはとても珍しく、蝶一分、ソイまで上がる。かなり上の身分なんですけれども、即室としてはかなり頑張ったと思います。 で、そういった中、予想通り、ソヨンセジャの夫婦が帰国しますね。今から本格的な対立が始まりますよね。で、このタイミングで、なんか珍しく、飲状がまた調子が悪くなるんですよ。これで、調子にはチャンスでしょう。セジャビ便の泥いのせいですと言って、また飲状に嘘をつくんですよね。で、飲状はまた信じてしまいますよね。許さんと言って。で、ここで皆さん、 ちょっと怪しいのが、当時、院長の担当医者は、伊本育という人物で、ソヨン女子の、まあ、どっちかといったら右腕みたいな人で、正式な医者の試験も通さず、宮に入った人で、この人が王様の担当医者までしていました。院長がこのタイミングでまた調子が悪くなったのは、あこれは記録にはないんですが、 ただ状況的にこれさえも上司が計画したんじゃないかなと思う余地はあるようなことですよね。ま、とにかく上司は徹底的な人でした。この日本以降を員長にお願いして素養生者の担当医者にしますよね。で、その後、2ヶ月後、素養生者はいきなり亡くなりますね。これはやっぱり上司の仕業ではないでしょうか。 で、その後、残っていた、えー、ソヨンセジャの奥さん、セジャビン監視だけ残っていましたが、あわび事件が起こります。委員が食べようとしたアワビ焼きの中に、 徳が入っていたようですね。それを、まあ、ドラマではソヨン女子が直接食べるんですけれども、ま、一旦記録では徳が発見されたと言いますが、ま、あとにかくアービーに徳が入っていて、女子はまた飲所にこう言いますね。セジャビンが犯人です。と言って、また飲所はこれを信じてしまいますよね。許さん。と言って、これによって、 でセジャビンは死刑されることになりますね実際これは朝鮮王朝実録にも上司の仕業だろうって書いているし当時のいろんな人たちも全部上司の仕業だと思っているところでしたはっきり上司が犯人だという記録はないんですけれども、まあ、状況的に見てやっぱり上司の仕業だそうですねこうやってほとんどの敵を倒した女子ただ調子の野心はここで終わらなかったようです 次の後継者であったソヨン聖者の息子たちをまた委員にお願いして殺してしまいますよね。やっぱりその中には自分の息子を聖者にしたい気持ちが確実にあったと思います。 で、ここで恐ろしいのは、女子はとても頭がいい人なんですよ。こうやって敵を全部排除したものの、女子はまた次のステップを考えるんですよね。当時のヨジョンの息子と自分の娘、氷明恩樹を結婚させて、ある意味では同盟関係を作るんですよ。で、そして自分自身も頑張ってジョンイプン、蝶一封、ンまで上がるなど、 かなり自分の権力を固めるように、着々計画を立てていたんですよね。 で、ここでこの容疑イなんですけれども、先ほど言ったセジャビン監視を殺そうとした因女。当時の家臣たちは親が子供を殺すわけにはいかないと言って猛反対をしたんですが、金ム・ジョンという人物が、いや、正しいご判断ですと言って、因女の味方になったらしいですよね。それで、因女に気に入られてすぐ容疑イになった人物なんですよね。名前は金ム・ジジョンと言います。 넷, 사라니 고노 김자종과 소연세자 오를 시때 소현세자의 오토토 효종을 고케이로이するべき다といって 에,これによってさらに信賴も得ていた人物だったんですよね. 조씨는 이걸 보고, 이 김자종을 자신의 미카타니 시대, 김자종은 꽤야보가 많았던 사람이라서, 이들 중에 효종을 오를 시때 자신의 아들을 王様にしたいということで、キムジャジョンと手を組んだと思います。ちなみに、このキムジャジョンは朝鮮の三代悪家臣の一人と言われていますね。いずれか、これも動画で説明したいと思います。 で、結局、飲所ももう年なので、亡くなる時が来ました。で、飲所はその時に症状を読んでこう言いたらしいですよ。女子とその子供たちと仲良くしてね、と言ったらしいですよね。えー、もちろんこれは全部女子の計画通りですよね。飲所が亡くなった時のためにも、先ほど言った結婚透明とか、 自分自身を守るために保険を入れてたんじゃないんですか。それで、院長の死は実際、女子には大きい危機ではなかったんですけれども、まあ、一旦これを聞いたヒョジョン、どういった気持ちだったでしょうここから、女子の計画通りに行かなくなるんですよ。ヒョジョンがいきなり自分を王にしてくれたキム・ジャジョンを追放するんですよね。これは、キム・ジャジョンも女子も予想できなかった展開だったと思います。 ソヨンセジャの影に隠れて、まあ、特に活躍もなかった、あ,ある意味では道化のような王だと思いましたが、表情は意外とカリスマが強い、さすがソヨンセジャの、ソヨンセジャの弟だと言うぐらいのかっこいい人物だったようですよね。 で、その後、キムジャジョンは自分の野望があったので、実際、号を利用してクーデターを起こそうとするんですよ。本当に。で、それがバレてしまって、反乱の罪で家族全員が死刑されることになります。 で、そのタイミングで、実際、女子も逮捕されますけれども、まあ、この、金座城と関わった、罪もあるんですけれども、分の息子の嫁さんとかなり葛藤があったんですよ。女子はその嫁さんが気に入らなかったようで、かなりいじめてたらしいんですね。なので、結局、その嫁さんによる内部告発によって捕まることになりますが、その罪は何かと言ったら、娘、表明恩樹ですね。表明恩樹と一緒に追うと、デビを呪う。 デビッと言うなら、長ャンネうですよね。つまり、表情ジョンのお母さんになる方ですよね。を呪ってたということで捕まって、表情ジョンはイノメレを下します。 一応、上司の子供たちは自分の兄弟にはなりますけれども、まあ一応反逆に加わったということで、王族は剥奪して追放、まあ、死刑まではしない。ただし、上司は自殺しろと言って、最後の名誉のある死に方を命令しますよね。 え、ドラマでは女子が民衆に石とか投げられて死ぬように描かれていますが、実際女子は自分で自殺をするんですよ。隠情がなくなって3年後、1652年亡くなりますね。で、表情は、葬式は身分にふさわしい盛大なお葬式をやってくれたようですよね。これによって、朝鮮最古の悪女、女子も歴史の舞台から消え、 そして、朝鮮最悪の王、インジョも歴史の舞台から消えてしまって、これによって朝鮮政治の最大の暗黒期が終わりを迎えますね。で、この動画だけ見てみたら、皆さんちょっと誤解があるかもしれませんが、インジョが朝鮮の言いなり、操られたようなイメージですが、インジョは実際決して無能ではない、とても頭がいい王だったんですよ。実際、ソヨン世座の死とか、 すべてのこういった問題には、陰員女の意志が強く入っていて、それを実行するときに女子が活躍したということなんですよね。なので、まあ、委員女は王なので、陰員女を敵に回すわけにはいかないので、周りはその代わり女子を敵として回してたかもしれませんね。まあ、そうしたら女子もある意味では、陰員女に操られた悲しい人生だったかもしれません。 十六代王の院女、そしてソヨン女子によって、祖弥聖者とセザビン・カン氏が暗殺されるという話は前からずっとやってますよね。じゃあ実際この祖弥聖者とセザビン・カン氏には3人の息子がいたんですが、その1人が実際次の王様になるはずだった。京僧軍、そして次男の京安軍、最後、末子の京安軍がいました。 で、この3人はいきなり親2人がいなくなったから、守ってくれる人がいなくなったような感じでしたね。その時、ある日、シンからヨンゴルテというとても有名な将軍が、 ソヨンセジャのお葬式の参加のために朝鮮に来ます。その時にこのヨンゴルテはソヨンセジャとちょっと仲が良かったみたいで、大体のその真相は知っていたと思います。なので、ンジョにこう言います。セジャの息子を死に連れて行って教育すると言ったら、インジョはこうやって答えます。もう次男三男病死して無理と言いますね。で、ヨンゴルテはじゃあ長男を連れて行くと言って、インジョはこう言います。 あ、あ忘れてた。長男も病死した。あ皆さんも見たらわかると思いますが、これは明らかに嘘でしたね。あ実際3人とも死んでないんですね。死に行かせないために、こうやって嘘をつきました。 アンゴルテは真の将軍ではあったけれども、まあ、院長がこうやって言ってる以上、無理やりに連れて行くことできなかったので、一応ここで手を引きます。その後の内容は皆さんもご存知の通りに、息子3人とも、チェジュドというとても遠い島に追放されて、そこで、風土病ということで亡くなりますけれどもあー、いろんな記録を見てみると、やっぱり暗殺説が強いんですよね。 ただその中で一番成功だった경安軍は生き残っていました。つまり、ソヨン世代の 子孫っていうのは、この京安軍しか残ってないんですよね。それを知っていた表情は、この京安軍に対して、一応自分の王権を強くするために、京安軍のお母さんであった監視は反逆者という立場は取りながら、京安軍にとっては自分のお父さんを殺したというのも当然な違法一個、追放するなど、実際京安軍のことは気にしていたようですね。で、 ヒョジョンが亡くなる直前、王族に復帰させてくれるんですよ。これによって、京安軍は王族に復帰しますね。ただし、京安軍は若い時に10年の追放生活をしたせいか、かなり弱まっていて、22歳で病死してしまいますね。少し話変わりますけれども、2009年ですがあるお寺で、この京安軍のお葬式に使われた遺物が 発見されましたじゃあ話戻して、実際、京安軍は王族に復帰してから結婚をしてたんですよ。なので、息子も2人いました。それが、尹ちゃ軍という人と、尹尊軍という人でしたが、あ実際、この2人は、宗恩政者の正式な子孫になりますよね。で、19代王の祝蝶の時代だったんですけれども、 朝鮮のあちこちにこういった文書が貼られたらしいですね。陰ちゃん軍を追うに。これを聞いた祝蝶は仕方なく陰ちゃん軍と陰孫軍もチェジュドに追放するんですよね、5年間。つまり、ソヨン世者の子孫たちは自分たちの地によってずっと苦労することになります。 で、そのいい例がドラマヘッチに出てくるミルプン軍ですよね。このミルプン軍はソヨンセジャのひ孫になるんですね。つまり、インチャン軍の息子になりますね。で、この人の場合は正当性が強いということで、政治も参加してたんですけれども、結局ドラマヘッチを見てみたらわかると思いますが、乱に巻き込まれて、実際は殺されますよね。ソヨンセジャの死の後、いろんな朝鮮の反乱には、 ソヨンセジャたちの子孫を王にしようという動きが多かったので、ソヨンセジャの子孫たちは反乱ごとに粛清まみれになるような、とてもきつい生活をしていました。まあ、とにかく、それにもかかわらず、ソヨンセジャたちの子孫は今でも残っていて、ジョンジュイ氏のソヨンセジャ派として今でも健在です。あつまりこの人たちは、ソヨンセジャの三男の子孫たちになりますよね。 じゃあ、ここで皆さんが分かってほしいのは、結局、ソヨン世者の地というのは、朝鮮後期に、王権の脅威になるぐらい強い力を持っていたということだったんですよね。なので、実際こういった面白い話もありました。えー、19代王の祝蝶の時代ですね、ある日、 家臣が祝蝶の前に訪れて、ジョンハー、ソヨンセジャの息子という人が現れましたというんですね。祝蝶としては、今更何の話だという表情になっていたと思います。じゃあ、その内容なんですけれども、イー・チョギョンという法梁がその主役なんですよね。この人が、 拙者はソヨンセジャの隠し子でありますと言って集中してきたんですね。そしてその証拠として、日本製のとっても品質の良い,い、ただしとても古い紙を持ってきたんですね。その中には、この子はソヨンセジャと私、カ氏の最後の息子であると言って、カ氏が書きましたという内容が書かれていました。ここで少し歴史を遡ってみると、インジョの時代に、 インジョが、ンシが世のアワビに毒を入れたととってて監禁しろという話覚えてますかその時、監視はソヨン世者の最後の子を妊娠していましたが、ストレスで流産したという話ありましたね。ここでこの流産してた子が、実際流産したんじゃなくて、生き残っていて、家の外にこっそり預けられて、こっそり育てられた。それが自分ですという話なんですよね。 그는 이 처경과 続いてこうやって言います。今までは身の安全のためお寺で隠れていましたが、今からでも王族の身分を回復したいと言ってきましたね。えー、この時スクチョンは自分の知らなかった家族と出会って嬉しい気持ちではなくて、逆にとっても緊張しますよね。スクチョンは朝鮮後期最古の王権を持っていましたが、今この人が現れたら、ソヨン世座の方が実際正当性がありますので、 スクチョンの王権にかなりダメージを与えることになったわけです。で、さらに詳しく調べてみると、このイ・チョギョンという人物、私は仏様のメッセンジャーなのだと言って、民衆にかなり愛されていたとっても人気者だったんですよね。つまり、スクチョンにとっては最高の政治のライバルが現れたことになりますよね。じゃあ、スクチョンとイ・チョギョンの勝負、どうなるんでしょう で、意外とですね、簡単にスクチョンが勝ちます。理由は簡単です。今からその説明をしてみますね。答えから言いますと、イーチョギョンは私は仏様のメッセンジャーなのだと言っているんですけれども、皆さんもご存知のように大体こんなの言ってる人って普通の詐欺師ですよね。イーチョギョンは実際は詐欺師だったんですね。 じゃあ、イーチョギョンの話をちょっとやってみましょう。そもそもイーチョギョンでもありません。地方の下級改良の息子、孫さんから生まれた孫チョギョンでしたね。で、子供の時に両親が亡くなって僧侶になりました。で、ただこの人、イケメンで話がとってもうまかったようで、かなり人気があったようなんですよ。民衆から。それを利用してて、この孫チョギョンは、 特に貧困の家庭に訪れてこうやって言い出します。私を信じれば救われる。あなたたちのつらい生活から救われるということなんですね。そして子供をたくさんできる。昔の挑戦って子供が… 昔の朝鮮って子供を産めるのは服の一つだったので子供を産めない人に訪れてこういった話もしたんですね。こうやって民衆が聞きたい話ばっかりするからこの孫ョ行は民衆から人気を得ることができます。じゃあここで孫ョ行は他の詐欺師と同じようにじゃあここから本題を出しますよね。仏様にお金を。で孫ョ行は自分自身はお金がいらないので仏様にお金をくださいと言ったらしくで裏からそのお金を取 っていいたらしいで,すで、すである程度人気を得てから、孫チョ,ギョンは他の詐欺師と同じように自分のことを深刻化してしまいますよね。私はご飯は食べないと言って、みんなの前では本当にご飯を食べなかったようです。で、民手はそれをすごく信じてたらしいんですね。で、記録を見てみると、実は夜中いつも自分の味とに戻ってこっそり肉を食べてたらしいですよね。 で、そして、ある程度人気を得たから、今からは脅迫を始めますよね。私と闘神しないと泥われると言ってね。私、えー、なのにしなたちの体を求めたり、そして、私の歯磨きの後の水を飲めば病気が治るなど、意味がわからないことを言うんですけれども、もうすでに人気があったので、民主はこれを信じてしまいますねあの。むしろ信じないといけないと思うぐらいになったと思います。 で、そういったある日、ソン・チョギョンを信じていた信者一人がこうやって言います。ソヨンセジ者の息子が生きているという噂だけど、きっとあなたのようにイケメンでしょうねという話でした。これを聞いたソン・チョギョンは何かひらめいたようですよね。つまり自分は王族にもなれるんじゃないか。いわば調子に乗ってしまいましたね。なので、ソン・チョギョンは 当時、ヨンギジョンだった補助に先ほどの手紙を持っていって、泣きながら、セッシがソヨンセジャの隠し子でありますと言います。ただ、これを見たヨンギジョンの補助これを信じるんじゃなくて、早速こうやって言います。お前は詐欺師だ。 じゃあ、どういったわけでしょうその理由を見ていきましょう。補助は、孫諸行が詐欺師だということで、この3つの理由を取り上げます。まず、祖先生者の死去日が違う。手紙に書かれていた祖先生者が亡くなった日が間違っていたということですよね。監視が、それがわからないわけがないんですよね。そして、 当時は、柑敏と言わなかった。手紙には、柑敏って書いていましたが、これは、後に人たちから呼ばれた表現で、当時は柑敏と表現はなかったということですよね。で、そもそも、ご自脱字が多い。手紙はハングルで書かれていましたが、柑敏はかなり賢い女性だったので、ご自立字など書くわけがないということでしたね。こういった理由で、補助は孫著行を逮捕します。 対応されたときに、じゃこの話が、スクチョンの耳に入ることになりました。これを聞いたスクチョン。あ皆さんもご存知だと思いますが、スクチョンは実際かなり怖い王様でしたね。これを聞いてからすぐ、連呼して尋問しろと言いまして、タオルに連れてくることになりますよね。じゃこうやってスクチョンの目の前に現れた、ソン・チョギョン。でも、この人は、やっぱり、 やっぱりすごい詐欺師だったようで、王様の前でもずっと嘘を言い続けるんですよ。拙者が素養生者の本当の隠し子であります。信じてくださいって言うんですよね。まあ、いろんな証拠はもちろんあるのにもかかわらず。なので、スクチョンは先ほど言った蝶行にこういった ID を出した情勢を連れてきて尋問します。で女性は やっぱり、いや、これは違うと思いますと言って表現しますよね。でも、それでも、チョギョンは自分は正しくて、あの情勢が嘘をついていると言い続けるんですよ。で、これを聞いたスクチョンは、今回はアイスの師匠と親戚を連れて来いと言うんですね。でじゃあ、こうやって家族と師匠と出会ったチョギョン でここで師匠はこういった証言をします。あの子はソヨンセ生者の隠し子ではないんです。じゃあ、これによって著行も全てを諦めたように自分の罪を認めますよね。ごめんなさいって。ただし、スクチョンがこれを許すわけにはいかないんですよね。あ皆さんも予想している通り死刑されますよねあ。関係者も追放されたり死刑されたりしました。 でも面白いんですけれども、孫諸行が死んだ後にも、朝鮮のあちこちの小さな規模の神を祀るところでは、諸行のことを神として祀るところが多かったんですね。 えー、なので、祝蝶の場合は、蝶玄が死んだ後も、この後始末として、こういったところを破壊し続けたらしいんですけれども、実際捕まった人たちは死刑じゃなくて追放だけしてたらしいですよ。おそらく、この事件を大きくはしたくなかったんでしょうね。ここで皆さんが覗けるのは、 今の韓国人だけでなく、当時の朝鮮の人々も、えー、ソヨンセジャの死をとても悔しいと思う人が多かったことですよね。で、当時の民主の場合は、正直、リーダーが誰、リーダーが誰でもいいから、今の苦しい生活を何とかしてくれという気持ちで、チョ,ギョンのような詐欺師に、もう分かってるかもしれませんけれども、信じるしかないような立場だったと思いますね。